とかやったらまあ理由がある。ああ。二人きりの空間になるやろ。ピースの角度は30度。どうもイケレンドです。そしてみんな愛してるよ。どうもノンセリニョイです。いつもね謎解きとかで仲良くさせていただいてる井上さんと、ありがとうございます。を撮らせていただくんですけれども、私井上さんといえば、水曜日のダウンタウンで、はい、女子高生からの人気がもうめちゃめちゃすごい芸人さんっていう、ありがたいことに本当にイメージがあるんですけども、はい、恋愛相談をしていきたいなと思って、任せてください。今回ですね、女子高生の方限定で、はい、インスタで質問募集をしたので、はい、それでちょっと答えて一緒に行けたらいいなと思います。わかりました、答えます。それでは、レッツラゴー。いきなりあれかもしれないですけど、うん、受験と恋愛の両立ってできると思いますか？彼女だけが受験と恋愛、彼氏はもう受験終わってる大学生、はい、わちょっと俺は厳しいと思うね。なんでかっていうと、まあ、一応大学受験受けたけど大変やったけど、受験合格し終わったらあの受験勉強なくても合格できたなと思ってる。例えばじゃあ好きな人が受験するときに、はい、そんな線でも受かる受かる、自分が受かってるから、あその感覚で言っちゃいそうな気がするんだよな。勉強してる側はさ、いやそんなん言っても勉強せなあかんねん、でも好きやから会いたいし、でも彼氏側はええやん、ちょっと1、2時間サボって会おうやに誘惑されるやんか。この彼女の問題じゃなくて彼氏側が両立させてあげるべき。自分はもう勉強した時は勉強すればいいと思うし、会いたいと思った時は会えばいいと思うけど、男側がいやいや今は会う時間より勉強した方がいいよって言ってあげる彼氏、すごい素敵ですね、その方がいいやんか。これの大前提はその期間に彼氏が浮気しないことね。もうそんなことされたら私メンタル崩壊するのやばいですよ。今は勉強しっていう彼氏やったらこの先付き合ってても恋愛よりも大事なことが生まれてくるやん、両親のこととか仕事のこととか、そこを優先しなって言ってくれる彼氏やから、逆に考えて見定める期間にしましょう。そうね、彼氏ジャッジ期間だと思ってね。その方が気が楽やと思う。そうですね、うん、確かに。彼氏の誕生日プレゼントってどういうものをあげたらいいか分かりません。極論言うと、はい、何でも嬉しいねんけど手作りはいらん。手作りは気持ちはめちゃくちゃ嬉しいよ、ただ使わへん、使ってもらわなくていい、身につけなくていい、でも手作りのものをあげたい、自分の気持ちをあげたいやったら手作りでいいと思う。だけど自分があげたものを身につけてほしいとかやったらメインの服からちょっと外れてるぐらいのもんがいいよね。やったらつけやすいし、はい、少々好みがずれててもつけれるやんか、うん、プレゼントは何でもええねん、渡し方やと思うね。俺はだから昔彼女にあげたのはもうネックレスかそんなんやけど、はい、それに筒買うてその中に表彰状を入れて、で表彰状に手書きで誕生日おめでとうみたいな、はい、あなたはここで何歳に、祝われたことを表彰しますを読み上げて、でそれと同時にプレゼント渡すとか、何欲しい聞いて、もうプレゼントはもう相手が欲しいものを渡すけど、そこのプレゼントにたどり着くルートを楽しませる方がいいような気するよね。あげた瞬間は男は絶対ハッピーやねんから、そのハッピーの持続率を楽しもうがいい。おお、すごい、うん、面白いです。俺はそう思うかな。これは結構深刻な悩みですけど、彼氏が写真苦手で交際2年なのにツーショットの写真がないです。どうしたら撮ってもらえると思いますか？俺もそのタイプや。わあ、そうなんですね、うん、いや根本的に照れんねん。全員が全員じゃないけど、はい、俺もそんな恥ずかしいし、でもだからまず第一は二人で撮るは置いといたとして、もうひょんな時にこうパッとカシャッと撮ったったらいいんちゃう。許可とか渡られて、そうそうそう、可愛かったから撮っちゃったみたいな、彼氏のワンショットを撮っていったらいいんじゃない。お前何してんねんって言うけど、いやかっこよかったからつい撮っちゃったって言われて嫌な気持ちではないから。確かに。それでだからシャッターを切られるということに免疫をつけていく、第三者にお願いして撮るのを嫌っていう人もいるし、俺もそれ苦手やから。あとは携帯じゃなくてインスタントカメラにして残りあと3枚使い切りたいから一緒に撮ろうやとか。ああ、なるほど、今カメラハマってて、そう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 、もうこれ現像出したいから、もうでも撮るんやったら一人撮る、一緒に撮りたいからとかやったらまあ理由がある。頑張って撮ってください。写真はね、なんとか撮ってください。先生に対する迷惑にならないアプローチの仕方を教えてください。禁断やからな。禁断ですね。手紙じゃない、ちょっと気にかけてほしいぐらいだったらどうします？放課後ずっと残ってたら先生が来るやん、おはよう帰れよみたいな、うん、先生ちょっとここ教えてほしいんですけど、あーとか二人きりの空間になるやろ。キャー
の重くない手紙ね、5、6行ぐらい、ちっちゃいやつ、そうがっつり便箋は重いし、言い訳できへんやん、先生側が。上の校長とか教頭から、なんやその手紙、お前生徒と付き合ってんのかって時に、いや違うんですけどつっても疑いの目がかかるよ。そうですね、それがかからないぐらいのほんと軽い便箋、確かにメモ帳ぐらいのもんに、もうたわいもないこと、今日も先生のために可愛くしたんで見てくださいね、分からんけど、はい、ぐらいの一文やったら、なんかまだ言われてるんですよでも逃げれるやん。これは申し訳ない、実ってはいけないのよその恋だけは。相手に嫉妬して迷惑かけたくないけどモヤモヤします、どうしたらいいのか教えてください。焼き餅は焼いていいと思うし、焼き餅焼くから好きやっていうことを再認識するんやし、おー、ちょっとね感覚としてはずれてるなと思うんだけど、自分の親と好きな人には迷惑かけたらええやんと思う、唯一かけれる相手やねんから。でもいるじゃないですか、例えば私以外の女の子と話さないでとか、俺以外の男の番号登録するなまで行くと、そこまで行くと迷惑かかるね。だから、はい、具体的に何かをさせるは良くない、やっぱ焼き餅焼いてるよっていうのを伝えるのは俺全然いいと思う。好きっていう気持ちだけを届けて、その中であなたがいろんな女子と喋ってるの本当は嫌なんだよ、これは好きだからだよっていうなんかね、パッケージの包み方よね。すごい、さすが、多分電話だと思うんですけど、毎日寝落ちしてた人が彼女持ちで浮気相手になってしまいました、まだ好きでどうしたらいいか分かりません。これ男が100悪いと思います。確かに相談してきた子が戦う覚悟があるかどうかよね。まず彼女おるって知ってる、でもいいと、私は2番でいいってまず伝える、はい、だから一生2番でいるつもりはない、彼女より私を選んでもらえるようにもっと私を好きになって、この言葉だけまず投げるって投げると、男は都合のいい女の子が手に入ったと思うから、で結果彼女と都合のいい女の子ってすごいこっち側言葉悪いけど、都合のいい女の子の方が楽やねん。そっから精神的にこの相談者しんどいけど、その期間の間に私の方がいいでしょってちょっとずつちょっとずつこう手繰り寄せていくしかない。で、ある時にそれをやってるとどっかでバレるし、極端な話彼女がいたわけやん、だから魅力的に感じてたかもしれないし、満たされてる、そう、その人がキラキラしてていいと思ってるかもしれない。そうドロドロを望んでるんで黙ってくれ芸人さんでリアコの方がいます、どうやって諦めたらいいか教えてください。いや諦めなくてもいいと思うで、若い世代やろ、はい、その人たちと出会うためには相当努力しないとあかんと思うだね。大勢のファンの中からピックされるってこっちの方が難しいやん。いやそれは相当ですね、確かに。逆にもう無理やろうと思って諦めるとしたらどうやって諦めたらいいと思いますか。俺はもう恋愛を諦める、現実社会で好きな彼氏作るのが一番ええと思うね。でもゆきりぬちゃんもゲーム好きでゲームキャラに恋したりとかあるやんか、はい、でそれが楽しいやん、はい、だから俺は無理して諦めなくてもいいかなとは思う。バーってときめいてるのが楽しいと思うから、それはそれでええんちゃうかなと思うよね。でも俺昔行ったのかな、大阪で番組やってて、その時 AD の子で草薙さんに会いたくて、会うためにはどうすればいいんだろうって考えたらテレビの制作会社でした。そっから10年ぐらい経ってか、はい、ブッスマの番組俺行った時にその時の子おってん、ディレクターで第一声が井上さん夢叶いましたって。でもやっぱり仕事現場であったらやっぱその恋愛感情はやっぱりなくなりました。でも草薙さんがいたから今ここまでお仕事辞めずに頑張れましたって。いやでも素敵ですね、そういう人もいるから、何かを頑張れば出会えるルートはあるから。あでなんか逆にその好きな気持ち諦めなくても、それがなんかポジティブな原動力にできさえすれば、なんか人生後悔はしなさそうだなって。無理してなんか現実見なきゃとか諦めなきゃって思わなくていいんだと思って。そんなこと言ってくれたら無視しちゃえねん彼氏に内緒で浮気しちゃいました墓場まで持ってった方がいいですよ持ってけ実は浮気してたんだよねとかって言われたことありますか。ある。自分がときめかせ続けれなかったんやなと思った。相手の男に腹立つとか彼女に腹立つより自分に腹立ったな。私結構すっごいひねくれてるんで、自分が楽になりたいから言ったんだこいつ男子に自分から話せなくて恋愛が進まない、はい、タイミングもよく分からなくてどうすればいいですかという、そういった時に友達だよね、
恋愛をみんな個人で考えるやん。もう恋愛はもう団体戦やん。団体戦自分のその仲いい2、3人のグループでもそうやけど、その3人で一緒に動こう。傷ついてもみんなで傷を舐め合えるし。ああ、なるほどなるほど。高校生の時ってやっぱ席替えの奇跡が起きらなかったな。あ、そうですよね。友達が運よく隣の席とかだった場合にその机で集まって、そう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 。ここで急なんですけれども、うん、私の恋愛相談も、井上さんの方のね、うん、動画でもチラッと言ったんですけど、うん、相手の気持ちが分からない。なんかゆきりぬちゃんが落ち込んでる、助けてあげたくて大丈夫とか言ったのに、はい、もう一人にしてよとかは良くないと思うね。若干そういうのだから分からないというか歩み寄れないよね。そうですね。でも我が強いっていい、うん、そうだね、うん、だから人にこういう風にした方が合わせれるけど、合わせるのがあんまり好きじゃないし得意じゃないやろな。でもそれはもうそれがゆきりぬちゃんやと思うから、無理して合わせる必要もないと思うし、う理解してくれる、愛してくれる友達であったり、過去では彼氏であったりとかいたわけやんか。その人たちを大事にすればいいと思うよ。わかりました。相談してよかったということで、ありがとうございました。ありがとうございました。アドバイスが一個一個深くて、本当よかった、はい、自分の思ったことを皆さんに伝えさせていただきました。ぜひぜひ皆さんもね、参考にして学園生活楽しく過ごしてもらえたらいいなと思います、はい、それが何よりです。何でも言ってくださいそれでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひよかったなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それからの井上さんの方のチャンネルでも実は動画が上がってるので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。いろいろイキリヌちゃんと恋愛話しております。そうですね。イキリヌちゃんの学生時代とか皆さんと同じぐらい世代の時の恋愛話とかも聞いてますので、ぜひぜひちょっと見ていただけたらなと思います。お願いします。それではバイバーイ。バイバイ。